2軍で現在かなりの好調を維持しているビシエド選手なんですけれども、それでも1軍に昇格できない理由は何なのか、こちらを見ていきたいと思います。ビシエド選手の4月27日終了時点での2軍成績見ていきます。3割2分2厘59打数の19安打、2塁打が7本、ホームランが2本、出塁率3割9分4厘、OPS が936という成績ですね。2軍では安定的に好成績をずっと残していて、特に最近は長打の数なんかも増加しておりますし、ホームランも出てきて、調子がまあかなり2軍で上がってきているなという印象ですね。まあ、昨年は2軍でもまあちょっといい状態じゃないなっていう時期もあったんですけれども、まあ、今年はずっと安定していますし、長打も結構出ているかなっていう印象です。まあ、昨年はちょっと1軍で成績下降してしまいましたけれども、それまではずっと主軸として長年活躍をし続けた、まあ、そういった選手であるだけに1軍に昇格しても全くおかしくない状況であると思います。これだけ実績があって、なおかつ2軍でもまあこれだけ成績を残しているというわけですから、まあ、チームの得点力不足という背景もありますから、まあ、1軍昇格しても全然おかしくないなという状況ではあると思います。先日は福永選手と石川昂弥選手の2人が1軍昇格しましたけれども、ビシエド選手は、まあ、同じ右の、まあ、比較的長打が出るタイプの選手なんですけれども、このビシエド選手は上がってきていないという状況でございます。ではビシエド選手が1軍に昇格できない理由は何なのか、こちらについて見ていきたいと思います。ビシエド選手、ここまで2軍の成績なんですけれども、打率3割2分2厘、19本のヒット、2塁打7本、ホームラン2本と、この数字に関しましては申し分ないんですけれども、ただこれだけ打っているにもかかわらず打点が4つしかないんですね。その理由としては得点圏打率が1割と、まあ、なかなかチャンスの場面でこう結果が出ていないという2軍の状況でございます。まあ、ビシエド選手は過去からまあずっとここ最近なんかはここぞの場面での1打、まあ、ここに課題があるというふうに言われてきました。2軍でホームラン2本打って、それで打点が4つですから、まあ、やっぱり2軍でもなかなか打点が稼げていないということがわかります。そして昨年も1軍で得点圏打率としては2割5厘、まあ、開幕からずっと得点圏でのノーヒット、そして打点なしというような記録が続いてしまって2軍降格ということもありました。まあ、昨年1軍で347打席と、まあ、結構打席数を与えられたんですけれども、それでもまあ打点としては23と、まあ、やっぱり物足りない数字ですよね。2018年に打点99、まあ、これが自己最高の打点なんですけれども、ここをピークにして年々打点がどんどん減少してしまっているという状況でございます。そしてまあこの課題がまあ現状2軍でも解消できておらず、まあ、福永選手とか石川選手が昇格したんだけれども、まあ、ちょっと昇格のネックになっているっていうのはまあ一つあるのかなっていうところですね。まあ、そんなビシエド選手に対して立浪監督が興味深いコメントということで、こちらも見ていきたいと思います。立浪監督の過去のコメントを振り返っていくと、まず2022年の5月、前に行って捉えるスタイルはスイングが速い時はできたんでしょうが、チャンスになれば相手は必ずインコースを攻めてくる、意識させられたら低めも振ってしまう、本人が本気で取り組んでくれないと、長い目で見たらスタイルを変えていかないと、というふうにコメントしているんですね。やっぱり現状の2軍での課題と同様に、まあ、チャンスになると相手がまあ厳しいコース、インコースとかを攻めてきて、まあ、そして低めの変化球でまあ三振してしまうとか、まあ、そういったコメントになっていて、このあたりをもう少しスイングスピードも落ちてきたから、本人が本気で取り組んでスタイルを変えていかなければいけないと、もう2022年の5月から話していました。そして2023年2月のコメント、ピンチでビシエドを迎えてもインコースにさえ投げることさえできれば打ち取れるんです、データに出ています、分かっている結果をベンチから見ている我々も辛いですよと、まあ、かなり厳しいコメントですね。そして2023年5月のコメント、自分が衰えていることも気づかないといけない、誰が見てもしっかり攻められたらまずチャンスはない、まあ、こうしたコメントですね。立浪監督は2年かけてずっとビシエド選手が衰えてきてスイングスピードが落ちているからスタイルを変えなきゃいけない、そしてチャンスの場面でインコース攻められたらもうノーチャンスになってしまう、打てないと、まあ、そこを変えていかないとっていうところをまあずっとコメントしていて、まあ、そのあたりがまだ2軍でも、まあ、やっぱり打点が上がってこないとか、まあ、そういったところとつながって、まあ、なかなか昇格できないという背景もあると思います。まあ、そんなビシエド選手なんですけれども、今後本当に1軍昇格はないのか、こちらについても見ていきます。まあ、ただですね、立浪監督厳しいコメントっていうのがこれまで多かったんですけれども、昨年ですね、2023年の7月打席の中で期待感が出てきた、チャンスで力む場面が多かったけれども
普通にやればもっと打ってくれるはずというふうにですねコメントしています。そして2024年の1月には打撃の状態が良ければ彼の力が必要になると思うというふうにもコメントしているんですね。昨シーズンの中盤から終盤にかけて立浪監督から結構期待の声っていうのも増えてきました。若い選手が多いけれども、まあ、やっぱりビシエド選手実績があるし、まあ、他の選手たちもまだビシエド選手の域に到達していないとか、まあ、そういった風に取れるコメントっていうのもありました。まあ、そして外野での起用を示唆するということもシーズン前にはありましたし、まあ、やっぱりビシエド選手のバッティングっていうところは立浪監督期待している部分っていうのも、まあ、まだあるのかなっていうところですよね。昨年から森野コーチを中心としてこう首脳陣がビシエド選手のバッティングをこう修正していって、まあ、そこから特に昨シーズンの終盤なんかは OPS がまあかなり高くなってというような感じで、そのまま2軍でもいい成績残っていますから、まあ、ちょっといい感じに打撃状態上向いている可能性もあるのかなっていうふうにも見えます。まあ、現状1軍ファーストの中田選手は休み休みの起用になっていきますので、バックアップのファーストの選手っていうのは間違いなく必要で、まあ、ビシエド選手スタメンでも起用できる選手で、まあ、守備も上手にこなしてくれる選手なので、まあ、中田選手の休養日はビシエド選手がスタメンとか、そういった起用法もできると思います。まあ、あとは中島選手が故障してしまったということもありますし、右の代打が不足しているという状況ですから、まあ、やっぱり1軍にいてくれるとありがたい存在ではありますよね。まあ、ただやっぱり代打っていうところであったり中軸を打つっていうことを考えると、まあ、どれだけチャンスの場面で対応できるか、まあ、ここを2軍でもアピールできるか、このあたりっていうのが今後重要になってくると思います。では今後ビシエド選手が1軍に昇格するということになると、現在1軍にいるメンバーの誰と入れ替わるのか、降格候補の選手見ていきます。今の中日ドラゴンズのベンチメンバーで考えると、枚数的に入れ替えで降格となる場合は内野手ではなく外野手になる可能性が高いかなというふうに見ています。まあ、候補としてはまあ一応5人にはなります。ただ小田選手に関しましては、まずダイソー要員っていうのはやっぱり1人必要ということで、立浪監督、まあ、昨年も結構ダイソー要員置いていましたので、この枠としてはまあ1人残しておくのかなっていうところですね。そして上林選手に関しましては、ホームランが出たというところもあって、スタメン起用っていうのも、まあ、かなり多い選手ではあるので、まあ、そう簡単に2軍に落ちるということはないですけれども、まあ、ただ打撃の状態がなかなか上がっていかないとか、まあ、打率2割前半が続くとか、まあ、1割台に落ちてしまうとか、まあ、こういったことがあれば降格の可能性もあると思います。まあ、あとは大島選手、やっぱり代打として三振も少ない選手なので置いておきたい、まあ、ベテランで実績もあるということでしばらくは置いておくと思うんですけれども、まあ、代打成功率っていうのが低めで、オープン戦からも低調がずっと続いてしまっているというところで、まあ、ちょっとこのままだと厳しいなっていうことになると降格もあるかなと。まあ、あとは後藤俊太選手、守備走塁要員ではあるんですけれども、まあ、なかなか代打も含めてバッティング面結果が出ていないということでですね、まあ、場合によっては降格の可能性もあるかなと。あとは岡林選手に関しましても、まあ、やっぱり2軍での調整っていうのがなかなかできない状態で上がって、まあ、それで1軍で苦戦しているというところで再調整の可能性もあるのかなということでですね、まあ、このあたりの選手、ビシエド選手の入れ替えの可能性もあるのかなというふうに見ています。以上です。